日本鹿児島県鹿児島市、上福本町上福本町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国谷山郡谷山郷上福本村、谷山郡谷山村大あ上福本、鹿児島郡谷山町大あ上福本、谷山市、上福本町。郵便番号は8910116。人口は7420人。 世帯数は3121世帯。鹿児島市南部、長田川下流域に位置している。町域の北方には、中山町、東谷山、西和、南方には、西谷山、谷山中央東方には、東谷山、南方から西方にかけて、下福本町がそれぞれ接している。交通は南部を、ほぼ東西に、鹿児島県道2十号鹿児島加瀬田線が通っており、 中央部付近をイブスキスカイラインが南北に通る。町域内には谷山インターチェンジがあり、イブスキ方面へ接続するイブスキスカイラインと国道225号方面を結ぶ鹿児島県道219号玉取り、狭間鹿児島高線が分岐している。上、福本という地名は江戸時代より見え、薩摩国谷山郡谷山号のうちであった。また、 上福本村は下福本村と共に福本村と称していた。地内には谷山号を管轄する地頭刈屋が設置されており、その周辺には麓集落が形成されていた。村高は急行丘陵取調べ町では3191国余りであった。山川路沿線には町場が広がっており、その町場は松崎町と称され、会所が設置されていた。 明治時代になりゆえ、福本村には、古町役場が設置され、谷山郷の八村を管轄した。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、上福本村、下福本村、和田村、塩屋村、松崎町、日向川村、中村、五家別府村の区域より谷山郡、谷山村が成立した。それまでの上福本村の区域は、谷山村の大技。 上、福本となった。また、上福本村には、谷山村役場が設置された。1897年4月1日に、鹿児島県下国海並軍海変更及び軍、廃置法律によって谷山軍が、鹿児島軍に編入され、谷山軍に属していた、谷山村は、鹿児島軍のうちとなった。1924年には、谷山村が、 朝鮮志向市谷山町となった。1958年に谷山町が市政志向市谷山市となり、それまでの大あざ福本は谷山市の町、上福本町となった。1967年には谷山市と鹿児島市が対等合併し、鹿児島市となった。それに伴って鹿児島市の町となった。1976年11月30日に、 宇お見が現団地の区域にあたる上福本町と中山町の各一部より宇お見町が設置された。1979年2月26日に笹抜き谷山塩屋地区の区域において住居表示が実施されることとなった。それに伴い町域の再編が実施され、谷山塩屋町及び上福本町の各一部より東谷山一丁目。 上福本町の一部より小松原一丁目が設置された。1982年2月15日には桜川地区において住居表示が実施されることとなり、上福本町の一部より東谷山二丁目及び東谷山三丁目が設置された。1988年2月15日には桜川地区において住居表示が実施されることとなり、上福本町の一部より 東谷山4丁目及び東谷山5丁目が設置された。1 9 9十年2月13日に上福本町及び中山町の各一部にあたる希望が丘、自由が丘団地地区において住居表示が実施されるのに伴い、町域の再編が行われた。これに伴い、希望が丘団地の区域にあたる中山町及び上福本町の一部より希望気球町が設置された。 また、同年11月5日には、薄木町下地区及び上福本町小原地区において、住居表示が実施されるのに合わせて、町の区域の再編が実施された。それに伴い上福本町及び中山町の一部が、魚見町に編入され、上福本町、中山町の各一部より、小原町、上福本町、薄木町の各一部より、桜川か八丁目が設置された。 1996年2月13日には、谷山市街地の区域において、町域の再編が実施され、上福本町の一部より、谷山中央一丁目、上福本町、谷山塩谷町の各一部より、谷山中央二丁目、谷山中央三丁目、上福本町、谷山塩谷町、下福本町の各一部より、谷山中央四丁目、上福本町、 下福本町の各一部より、谷山中央7丁目がそれぞれ設置された。1997年2月17日には、桜川第二地区において、住居表示が実施されることとなり、上福本町及び中山町の一部より、東谷山6丁目が設置され、同時に、上福本町の一部が、東谷山4丁目に編入された。二千一年八月十三日に、 上福本町の一部より、西和一丁目及び、西和二丁目が設置され、上福本町の一部が、自由が丘一丁目に編入された。2014年2月17日には谷山第二、地区と地区各整理事業の事業区域の一部で、谷山第二地区として、住居表示が実施され、上福本町の一部より、谷山中央八丁目、西谷山一丁目、上福本町、 下福本町の各一部より、西谷山二丁目が設置された。2017年2月6日に、西和小学校周辺の上福本町の一部及び、中山町の一部より、西和三丁目、上福本町の一部より西和四丁目が設置された。また2020年2月3日には、上福本町及び、下福本町の一部より、西谷山三丁目、上福本町の一部より、 西谷山4丁目が設置された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市第五館によれば、2014年10月1日、現在の町定別人口は12,297人で、あり、吉野町に次いで、鹿児島市で2番目の人口を要していた。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。町域内には駅は所在していないが、町域内をいぶすき枕崎線が通っており、隣接する谷山中央一丁目に谷山駅、次元寺町に次元寺駅が所在している。ありがとうございます。